大谷翔平と平野耀のこと次元コラボ妄想、ファンの心を揺さぶる。世界中の野球ファンが熱い注目を送る WBC ワールドベースボールクラシックの舞台に現実と妄想が絡み合い、新たな興奮の波が押し寄せています。しかし、今回の注目は野球の名選手大谷翔平選手と全く別ジャンルのアイドルグループ、キング、リンチェプリンス、 平野仕様とのこと次元コラボ妄想によって引き起こされたものなのでスナップのです。この奇妙な結びつきに一部のファンたちが興奮し、一部は反発する姿勢を見せているようです。大谷選手の活躍が現在の WBC で輝きを放っています。ツイッター上ではその名前が頻繁にトレンド入りし、世界中から注目を集めています。 一方で、あるインターネットユーザーが、平野のし大谷翔平侍ジャパンというハッシュタグをつけて、野球界は世界の大谷翔平、芸能界は世界の平野市を、二人とも日本の誇り、という意味深なツイートを投稿したことが、このこと次元コラボの始まりでした。驚くべきことに、このツイートにはアイドルグループ、キング、リンチェプリンス、 ファンであるティアラたちから予想外の盛り上がりが見られましたた。彼らは、世界で戦えるツートップ、2人とも一流のエンターテイナー、下ペロの癖が同じで、インタビュー見ても得た、といったコメントを投稿し、コラボ妄想に熱中している様子がうかがえます。しかしこの異例の結びつきに対しては、野球ファンと一部のティアラからは異論が出ています。 彼らは大谷さんと一緒にするな。だからジャニオタ恥ずかしいって言われるんだよ。世界の人に仕様っていつから知られてたの知名度も実績も全然違う。平野仕様が逆にかわいそう。実績も知名度も全く違うのに一緒にしないでください。野球ファンが言うならまだしも時短上げでこんなこと言っちゃうの恥ずかしすぎる。といった厳しい声が広がっています。 このこと次元コラボ妄想に対する反応は賛否両論ですが、それにもかかわらず一部のティアラたちは驚くべきことに、これだけだけでなく、他の出来事にまでコラボの影響を見出しているようです。例えば、サッカーワールドカップカタール大会で日本代表がドイツに逆転勝利した際にも、もしかしてキンプリのために勝ってくれた。キンプリも絶対奇跡ある。 などと驚くべき妄想を広げていたこともあるとか、さらには今年開催されたシクストーンズのライブツアーにおいても、キング、リンチェプリンス、関する発言が話題となっています。これが彼らのファンがこと次元コラボの影響を感じるほどに、自分たちの愛するグループと他の出来事を結びつけていることを物語っています。 このような現象について芸能ライターはもはやティアラのお家芸となりつつある強引なこじつけ。過去にも音楽番組に出演した平野の手が助けてを意味するハンドサインと読み取り大騒ぎしていました。他にもサッカーワールドカップカタール大会で日本代表がドイツに逆転勝利した際にももしかしてキンプリのために勝ってくれたキンプリも絶対奇跡ある。 と妄想を膨らませ彼らの脱退事務所退所が白紙に戻るのではないかと希望を寄せていたことも、また今年開催されたシクストーンズのライブツアーは、キンプリのお下がりなどと発言して他の界隈にも迷惑をかけています。ティアラから見れば、この世のすべてがキンプリとつながっているのかもしれません、とコメントしています。キング、リンチェプリンス。 5人での活動を残すのはわずかとなりティアラたちも熱狂と共に寂しさを感じていることでしょうでしょう。このこと次元コラボ妄想は彼らの心を大いに揺さぶり、新たな興奮と感動をもたらしているようです。